いい。ファーストオーダーがここまで来たわ。我々には戦う意志があり、助け合う仲間たちがいる。はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。危ない、これ危ない、死にたくない。クレイト防御側、ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。このクレイト防御側は難しいけれども、クレイトの防御側で勝っていくというのがやっぱ一番すげえと思うんですけども、どうですか。まだ射程外だ。ん？後ろ後ろ後ろ取ってて欲しかったんだけど、どこに行ってた。いけ、誰も撃てんか。勇敢で頭のいいレジスタンスならすぐ乗りこなせるわ。いや後ろ多いなこの段階で後ろって意味ない、なくね。そうだね、もう撃ってもらうしかない。ナイス。スキースピーダー部隊 ATM6 に一斉攻撃。砲台は援護だ。敵機の迎撃も忘れるな。ここで残った方がいいね。ここで残ってもう一発。帰るよ、帰る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 帰ろ。悪くない選択肢だったはず。どこについてる。撃とう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 、ゴー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 。いいね、あそこの裏取りに行った分隊強いわ。左が前進してるから左見てあげたいな。 ATM6 だけど地雷が引っかかった。スキースピーダーと砲台は攻撃を。追われてるか。まずい、さすがに人数が多い。いいぞ、悪くない悪くない展開だ。 ATM6 の守りが弱まった。スキースピーダー攻撃を逃すな。砲台も目標を攻撃。ちょっと後ろに人数多すぎてちょっと不安にはなったけど、ああもういるのか。イオン魚雷いるね。イオン魚雷がおる。フィン。ちょっと俺もうちょっと前行ってくるわ。ダメ元でね。ダメ元でもうちょっと前行ってくる。どっから撃てるこれ。まずい、分からん。基地に近づいてる。
助けてもっと引くべきだったか。上の隙間から行けんじゃねえかっていう俺の予測があったんだが、こっちに避けて、でこの縦筋を敵がいないかを確認するように、舐めるように打ちながら、えっなんで今ので死んだの俺降りてたやんわし降りてたやん。 ATM6 が無防備になったわ。全力で攻撃を叩き込んで、味方のフィンも助けたいな。怖いよな。いやちょ待って、マジで味方に衝突されて死ぬの嫌だって俺降りたいのよ、俺そこで降りたいんだって分かった、もうフィン助けに行くわ。フィンとは常に一番後ろに控えてる感じだね。ただもうここ次のやつ運ぼう。フィンこれ運んでくるわ。ウォーカーが間もなく基地に到着。あれフィン死んでね、フィン、フィン君、味方の精鋭が増援に来たぞ。ちょっとまだ遠いみたい、これ109まだ遠いっす。ちょっと待って、まだ遠いわ。いつでも爆破できるぞ。いつでも爆破できる、置いといて。あー、かぶっちゃった。もう最悪、もう最悪。ビビりすぎた結果最悪。サクロ、もうビビりすぎた結果最悪だよ。あれかぶせて撃つのは一番もったいないんでね。結局次のリロードが同じ時間になっちゃうし、隙間から撃てる。いいね。この隙間から撃とう。ガス撒かれたんだが。うざ。回せろ。ルークナイス。あれもう死んでねえ、あれ死んでるやつ言っちゃった。もう地雷臭たっぷりなムーブ。ごめん、なんか俺今日空回りしてるかもしれない。いつ空回りデイス、空回りデイス、空回りデイス。ルーク、君は必ず生きて返す。後ろにいるの？ルークを必ず生きて返すぞ。行ってくれよ。その辺いな？行って。ファーストオーダーは行動ハンガーの制圧。ルーク生きて帰れたかな？我々はそれを阻止する。こんなクレイト空回りします？空回りクレイト。いやフィン守れんかったな。詰められてたんかなフィン。ちょっとあれタレット拾いに行っちゃったんだよ。タレットじゃねえや、あのミサイルランチャー倒してるやん。いいね、 ST をまず買っている。アイデンいる？こっちのヒーローも確認してるか。敵はボスクでしょ？
どこ行った、ボスク今。ボスク削っていくよ。ボスクが一人で上がってきてる。だいぶ前押してる感じだね。ただボスクやらんとめんどくさいよな。制圧射撃を見逃してやる。徐々にラインを上げてきてるな。大丈夫か、どうした、これどっち。このエリアを敵に渡すことはできない。だいぶ詰めてきている。パレットオンライン、行かなきゃダメだな。やっぱレイヤーがダメっぽいか。ハンガーから敵を一掃した。これ起爆解除装置で行った方が良さげ。あー、この人から出たいな。もうちょっと粘んねえと。人数アド作った人数が作ったアドが消えてしまうぞ。アドが消えちゃう。いてて季節反応地雷置かれてたか。作ったアドが消えちまう。どこ、ここ、やはりルークを生かしていく立ち回りだ。そのバリア大体悪用されとるやな。あつ、いけ、リベルハート。いいぞ、だいぶ減ったぞ。ボスクだいぶ帰ったぞ。追うか。ボスクさんさようなら。よし、これで一つ流れが変わった。まず我々の鬱陶しい敵であったボスクは取ったぞ。タンクやれてない。まず私はタンクをやることが第一。はい、いいね。次はアイデンをやる。行くぞ。いいぞ。エアリアルはいいぞ。ルークを生かしたいから。裏に。まだアイデンいるか。詰めろ。いいよ、セントリー。誰にも気づかれてないんだから。ちょっとエイマシスに引っ張られすぎて。アップエリアに入れなかった。すまねえ。シャトルは使えなくなった。あとは後
に逃げるしかない。くそー、ボスクはやれたんだけどな。ちょっとハイデンまで行けんかったな。いや、これそれ以上下がる意味はない。てかもう前線である程度数を減らさないと、これ圧倒的に攻撃側が有利なんで、圧倒的に攻撃側が有利だということを忘れなきよう。圧倒的に攻撃側が有利だということを忘れなきよう。ちょ、もうちょっと前線に欲しいぞ。もうちょっと前線欲しい。ヒーローが空いてるってわけじゃないでしょ、これ。ヒーローいるんでしょ。ランピック取りに行く流れで行きたいんだけどな。いる？ファーストオーダーのエリートに仲間がやられてる。いて、せいせいせこのまま行けばいいけど、まだわかんねえな。32詰めてきたらまくられる。まあ A から攻撃してくれてればいいけど、後ろからやられると A なんてね、扉の向こう側にあるだけだから。だいぶライン上げられてるね、これ。右見ないとやばいと思う。カイロレンが敵に加わったと報告を受けたわ。危ない。危ない。いやー。いけるぞみんな。あんまり下がりたくないな。まだ16は危ないぞ。あと少しで強化扉が閉じる。しっかり守ろうね。そうだね。ファーストオーダーに大物の援軍だ。危ねえ。私たちの勝利よ。言った通り、ファーストオーダーはここで敗北した。クレイトともお別れで。やっぱレイヤー難しいね。バリア置かない方が多分いいんだよな。で、置くんだとしたらエリア外に置かないと、多分あれ起点にされちゃってたっぽいからな。しっかりボスク枯れてよかったね。あれで結構ルークが苦しそうだったからね。オッケーオッケー。いや、まじ。味方と衝突して死んでいくだけの展開辛すぎたな。はい。というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。